石巻市、そして東松島市を訪問しました。東日本大震災発災以来7年以上が経過をいたしましたが、未だに様々な困難を多くの方々が抱えておられます。その中で被災地の皆様の懸命な努力によって復興は一歩一歩着実に前進しています。今日お邪魔をした水産加工業の方、働きやすい職場作り、そしてまた野菜農家の方はですね、グローバルギャップを取得をして付加価値を高めるなど、さまざまな工夫を凝らし挑戦を続け、そして結果を出しておられます。まさに地方創生のモデルと言えるのではないかと思います。今後もですね、なりわいの復興を全力で支援してまいります。